バハートやるな。ソフィアが攻めあぐねてる。バハート隊長、2回戦からちょっと変わったわよね。なんか戦い方に品がなくなった気がするわ。品があって勝てるならあいつもそうしてる。だけどやめたということはそれだけでは勝てないと理解したからそうしたんだ。あいつは負けず嫌いだからな。私は今のバハート隊長が好きね。好き嫌いともかく、次の段階に入ったのは間違いないだろうな。現世界三強と呼ばれる三隊長と、俺たち若い三人の隊長、そこには絶対的壁があった。それをバハートはどこまでこの一年で乗り越えたか、同じ隊長として見届けてやるよ。今頃バハートがソフィアと戦っている頃か、僕は自分を任した相手の試合は見たくないから見ないけど。正直、ソフィアに勝てるイメージが出てこない。僕ですら全然あいつに及ばなかったのに。僕が欲しかったこの星5来たじゃん。やったねー、ついてる。今日は見に行かないの？いやよ、今の東京治安悪いし、会場行ったら面倒ごとに巻き込まれそうだし、その治安を悪くすることに貢献してる側が何言ってるのだか。1回戦の時も大惨事だったし、聞いた話だと2回戦の時もなんか観客側で不穏な動きがあったらしいし、もう行くだけバカよ、あそこは。2回戦の日はレッペルさんの治療で大変だったけど、そんなことあったんだ。今日はもしかしたら暗黒武術界のトグロ弟みたいに観客の魂吸い取られるかもよ。そんなので怖がらないもん。もうここまで来ると俺にはわからない駆け引きだな。見てる方は簡単そうに見えるけど。目の前にいる主様もわかってないみたいだし、今のレベルだとあの領域の戦闘すらも理解できないか。優勝を狙うなら最低でもこのレベルに立っておかないと、勝負にすらならないんだがな。天の絵戦がラッキーだっただけで。ずっと動かないね。ずっと見つめ合ってる。互いに次の一手を読んでるのよ。ソフィアちゃんに関しては一度でもバハートさんに殴られたら重傷だからね。あの子、一度つまずいて転んだ時に足を怪我したことがあったんだけど、特にすりむいてもなかったのにすごく泣いちゃって、大変だったの。メリアちゃん曰く、ソフィアちゃんは新生エルフ族の突然変異種で、能力やオーラ量こそは帝王新候補の中でも群を抜いて高かったのだけど、その分体が弱いから一族みんな気にしてたんだって。肉体が弱くて感度がいいんでしょうね。だから痛覚が私たちの数倍多く感じて耐えられないし、体力もずっと身につかない。体も強くならない。だからメリアちゃんも半ば身体強化は諦めてるらしいわ。それって不便だね。パトとは違うんだ。突然変異種もいいことだけじゃない。何かに特化するということは、何かは普通よりも劣る場合もあるってこと。ソフィアちゃんはそれってだけ。だからソフィアちゃんへの一撃は負けを意味する。ソフィアちゃんは完全勝利しか許されないの。さあ、硬直状態、お互い見つめ合う。今二人の間で何が起きている？とりあえず中途半端なところに立たれるから何もできないんだ。はっきりと可能か不可能か分かる距離にすればいい。ワープ、ダメだ。室内だからそこまで広くない。バハートちゃんならすぐに追いつく。事実変換、特化、オーバーライド、もう発動条件がシビアだから特化だと難しい。まず現状をしっかり把握するのが前提だからね。少しでも環境が変わってたら誤差が生まれてうまく効果を発揮できない。相手の能力もしっかり把握してないとダメだし、バハートちゃんはともかくエミッチの力はちょっと怖い。何もしてこない。ジョルジュ戦で使ったオーバーライド、ファルドラ戦で使った事実変換、どちらかで攻めてくると思ったけど、私が何もしてこないとその2つも満足な効果を出せないってことか。それか別の理由。エミエルのアドバイス通り、あとは相手から見える情報を錯乱させることさえ意識すれば隙は絶対に生まれるはず。うん、少しリスクをかけようか。来る、可能で来るか、可能で来るか、それとも吹き飛ばし、逃げ、どれが来ても即座に対応する。不可能支配、ノーオペレーション。近距離、聞いてダメなら押してみろ作戦。モーションキル。ソフィアが近距離を選んだ。ありですね。逃げようとすれば相手も躍起になって追いかけてくる。ならいっそのこと懐に入ってしまえば逆に不意を狙える可能性はありましたね。捕まえた。自分から近くに来てくれて助かったわ。真似させてもらうよ。自分から抱きついてきた。逃げたり、距離を取ればどうせ来る。捕まって抵抗すればどうせ捕まる。なら自分から近づくし、捕まれたなら身を預けるだけ。邪魔だー。もうそこは私の可能エリアだね。可能支配、デカセーション。回避。その場で成長するのは君だけじゃないよ。モーションキル。あの二つの技、見たことないぞ。私の見解ですけど、ノーオペレーション、は移動距離の可能と不可能を取り替えて、可能エリアの好きなところに瞬間移動できるという感じでしょうね。設定も1秒で進めるエリアを境界線にすればあの至近距離でもワープはギリギリ可能ですし。なら、デカセーション、は回避の可能と不可能だな。これは無防備の極意の派生みたいなもんかな。ですね、回避不可能を可能にしたのでしょうね。近距離戦でバハートさんの攻撃をなんとかしのぎたいという考えからその場で思いついたんでしょうね。ソフィアは追い込まれるほど、持ち前の頭脳の高さと発想
争力で成長する。あの子は間違いなく私と同等の天才です。さあ、至近距離でソフィア選手の重い一撃を2発。これはさすがのバハート選手に後がない。さあ、次来てよ、私を悩ませてよ。その刺激が私に最高のひらめきをくれるんだから。強者の余裕。これがここまで完全勝利を重ねてきた余裕なのか。調子の女、ソフィアちゃん。あんまりバハートちゃんをいじめたらダメでしょ。というか痛いなぁ、もっと瞬間を理解してもらわないと。美少女なら怪我なんてナンセンスでしょ。まだまだデリカシーがないね、私の仮の主様は。出たー、覚醒モード。2回戦に似てた覚醒を今回は使いこなしてるぞ。使いこなしてないよ、馬力はないし、胸は私よりないし、なのに少し筋肉質だし。胸なんて薄伏せで漫画読むとき邪魔なんだからない方がいいでしょ。それよりやっと出たね、楽しみにしてるからね、エミッチ。見てたよ、瞬間でへし折り台のあるお遊戯だったね。さっきのバハートちゃんの動き、エミッチのエレジエでしょう。少し焦ったよ、ワクワクした。そう、ならこれからはもっとワクワクできるよ。楽しもう、お互い制限されている力の中で。ここからが本番だね。キレ伏せ。ははぁ、無防備だね。ちゃんと頭を地面につけろ、頭を蹴る隙間があったぞ。ならつけさせなよ、私の頭はそうやすやすと地面にはつけないよ。余計に楽しさを覚えたか、わざと誘ってきて。私、案外こういうスリル嫌いじゃないんだな。さあ、オペレーション。カーラーの、脳天気に、天秤。自分から天秤の内容を変えたね。そっか、すごい自信。好きにしなよ、ソフィアちゃんのやりたいこと全部先読みして全部天秤で防いじゃうから。なるほど、同じ攻撃ばかりすれば攻撃なんか通らない。だからといって私の出せるパターンの攻撃を出したら、私の手の内が明るみになって、私の手札が一気になくなる。その代わり、相手もそれなりのリスクを背負うけど、確かにやる価値はあるね。私、先にデザートを食べる派なの。どうせなら一番空腹の時の一口目に食べたいでしょ。進化解放。あれ？ソフィアが真の姿を現したのは現実の時間で約 0.0001 秒。それは受けた当事者すらもわからなかった。だけどその痕跡は強く残った。無限に続く異質の世界にようこそ。バハートの肉体はエミエルの力で無事だった。だがこの一瞬の合間の出来事でエミエルの戦意が完全に失い、ソフィアにこれまでにない恐怖を植え付けられた。いやあ、すごい、止めて、何痛いのは嫌。いやあ、調子になりました。もう天秤台あなたに逆らいません。本気すべて、私のすべてをあなたに差し上げますので、もうやめてー。現実では一瞬だが、一人の天使の心を売るにはあまりにも十分すぎた。さて、次は実質今年度の世界最強の女を決める戦いだ。世代交代の席に座るのはどちらかな。私いるけど、まだ、こんなの私が、いるって。まあまあ、そう言った方が盛り上がるんだよ、きっと。私がお父さん倒して、パトカーランさんぶっ飛ばして、つくよみさんぶっ飛ばせば問答無用で世界最強の席じゃない。失礼しちゃうわ。あ、せっかちゃん、パトは今でも殴れるの。もう1年前のような時期は超えたわ。今は愛の鞭として殴れるわ。愛の鞭と PV は紙一重。今大会最後の女同士のバキバキだから需要あるやつら、しっかり録画しておけよ。今のは聞き捨てならないわ。ソフィアちゃんかバハートさんが決勝に上がって、私が決勝に上がったらもう一回女同士の戦いあるでしょ。なんで、どうせお前らつくよみとトウヤに負けるだろ。とても言わんばかりなー。落ち着いて、せっかちゃん、悪気があったわけじゃないよ。やめないでおうか、ちょっとシェインさんを分からせてくるわ。ダメ、試合前に暴力沙汰はダメ。この1年で凶暴性増しすぎだよ。せっかちゃん、安心して、世界一強い女が誰か司会者に教えに行くだけだから。どうやって安心したらいいの？うるさい、と思う。うるさいわよ。あ、逃げんな、クソ作者。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。
しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。